ありがとうございます。こちひこです。それでは今回なんですけども、10月からも3%割引、オリガインペイのキャンペーンを引き続き継続ということで、密かな人気を誇るオリガインペイなんですけども、なんと10月からのキャンペーンの延長が決定したので、早速お伝えしていこうと思います。 それでは早速こちらですね。いつでもその場で3%オフ。そして左下の方にも少し出てるんですけども、さらにキャッシュレス消費者還元事業の参加加盟店では、プラス5%即時ポイント還元、各個フランチャイズ等の場合は2%ということですね。いや、これ嬉しいですね。オリガインペイに関しては割引額は落ちるかと思ってたんですけども、まあ、そのまま継続ということで、これに関してはちょっと嬉しいニュースですね。ま、あ少し右下のところにも記載はあるんですが、クレジットカード デビットカードの場合は1%オフとなってるのでこれに関してはこれまで2%だったのが1%に減っていますね期間は増税後の2019年の10月の1日から2020年の1月の31日までとなっています一旦ちょっと猫ちゃんはドローンしましてこちら公式にあったですね表なんですけどもまあ、ちょっとしたシミュレーションみたいなもんですね 金融機関口座、いわゆる銀行口座と紐付けている場合なんですけども、こちら黄色の星マークを見てほしいんですが、今回のオリガインペンの3%オフプラス、キャッシュレス消費者還元事業による還元で、中小小規模事業者のお店であれば5%なので、これで合計8%オフとなります。次に、クレジットカードやデビットカードの場合は1%なので、5%のキャッシュレス消費者還元のお店であれば、合計で6%ということになりますね。 次に公式のページの例にはこのように出ていました。まあ、赤枠のところなんですけども、まず、丸一番、1000円に対して、消費者還元事業のポイント還元率が5%で適用されて、これで50円相当を還元。 次に、丸2番、さらに1000円に対して、オリガペイのアプリによる割引の3%オフが適用されて、これで30円の割引。で、丸3番、先ほどお伝えした1番と2番の合計で、これで80円相当が即時に還元されるという感じですね。なのでは、ニュアンスとしたらキャッシュレッショ者還元の対象のお店であれば、決済したらその分割引されますよという感じの捉え方でも大丈夫ですね。そして、なんとですね、オリガペイでは初めての方向けのキャンペーンも開催されるということで、10月折り紙、オリガペイの ペイで、初めててお支払いいいをすするるとととと50% 1000オフクーーポンンンがもららえるキャンペーンということでこででちら抽選で1000名様となっていますで対象となる方は、キャンペーン期間中にオリガン Pay で初めてお支払いをした方、そして、プレゼント内容としたら、お支払い金額より50%オフになるクーポンがもらえるということですね。割引上限は500円となっています。期間は2019年の10月の1日から2019年の10月31日までということですね。当選された方は、11月上旬に、 イインペイのアプぜひですねオリガインペイにチャレンジされる方はこのキャンペーンを狙って10月から始めてみるのもいいということですねまあそんなこんなで今回は簡単ではありましたけどもオリガインペイの10月からのキャッシュレス消費者還元についてお伝えしましたまあ3%還元の継続というのはかなり頑張ってるなという印象とクレジットカードやデビットカードが1%になったのは寂しさを感じますけどもまあもらえないよりかはもらえるだけありがたいなというふうに思うのでまあそれはそれでいいのかなというふうに思います まあ中にはまあクレジットカード、ビザプリペイドカードのキャッシュ、そしてオリガインペイという感じで連携して使っている方もこのチャンネルにはかなり多いと思いますので、まあぜひですね、ご自身で一番いい還元率など、まあ戦略を立てていくのも面白いのではないでしょうか。まあ一応下の概要欄にオリガインペイのキャッシュレス消費者還元についてのリンクも貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。